おはようございます。速稼塾の久保です。昨日ちょっと銀行に行ってきたんですけども、皆さんも銀行にね行かれることあると思うんですよね。ただね、そこで私はずっと前からね、これこそ5年ぐらい前から同じことを考えてるんですよ。それはですね、銀行の窓口に行く人の年齢比率なんですけども、おそらく60代70代80代の人が多いと思うんですよね。そういう方が行列を作ってるんですよ。で、20代とか30代の方っていうのはあんまりいないんですよね。本当にいないと私は思います。私が見てる限りいないんですよ。これが何を意味するか、この現象から私は30年後の銀行がどういうふうになってるかってことをいつも想像するんですけども、30年経つと60代70代80代でいらっしゃる方は多分30年後銀行に行ってないでしょう。そして今銀行に行くことが少ない世代、20代30代40代の方は30年経ったらますます行かないでしょう。となると銀行って必要ですかね。銀行の業務は必要でしょうけども、窓口はいらないんじゃないかなと思うんですよ。今みたいに駅前の一等地とかね、ものすごく立地のいいところに銀行がドーンドーンドーンと今日構えてる必要はなくなってきて、銀行ってのはどんどん営業所を閉店していくんじゃないかなと思うんですよ。そしてインターネットバンキングとかクレジットカードとかブロックチェーンに変わっていってですね、銀行さんお疲れ様でしたということで、まあ中枢機能はあるでしょうけども、完全に IT 化されていってですね、人間がいらなくなるという職場が銀行ではないかなと思います。まあですので今ね、銀行に就職して20代30代の方、転職考えた方がいいんじゃないかなと本気で思いますよね。もしくはその銀行業務をもとに別のビジネスに移行していくとかね、銀行の業務はこんなんでしたよとか、銀行の上下関係はこうですよとか、銀行ってのはこんな悪法がありますよみたいなね、内部告発をするとかね、そういったものをもとに YouTube 活動した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、それ以外にも銀行以外の業種もね、やっぱりね、知りたいとか知らせたいってものがあるんですよ。不正とかね、闇の部分とか、そういったのって多くの人が興味を持つところなんで、そういったものを中心に自分がこの業界にいればこその将来像とかね、そういったものを発信していってはいかがかなと思います。まあ、私最近ね、推しに推しまくってる人が、あの YouTuber でね、高級石焼き芋さんっていうのがいるんですよ。高級石焼き芋っていう YouTube チャンネル、これがねすごいですよ。あの毎日15分くらいの動画をアップロードするんですけども、見事にゼロ再生なんですよ。そうなんですよ、ゼロ再生なのに動画を大量に出すんですよ。そうするとね、あの数千回転とかする動画に出てくるんですよ。これですよね。こういう風な精神で私はね、アウトプットしていただきたいかなと思うわけなんですよね。高級石焼き芋でぜひね検索してみてください。はい、その他速稼塾からの連絡ですけども、いよいよ25日からもうすぐですよね、25日から私海老名の方に参ります。そして26、27、28と東京にいるんですけども、すいませんけどもね、予定は立てれません。全て私はね自由に行動させていただきますんで、すいません、26、27、28、どなたとも会いませんので、お申し込みの方はね恐縮なんですけども、別の機会を作りますので、ちょっとこの8月のね25から28は私に夏休みをください。まあ放送はあの同じようにやりますんでね、ちょっとすみませんけどよろしくお願いします。25日、とにかく25日海老名で FX オフ会集まりましょう。ではよろしくお願いします。